はい、アサシンクリードオデッセイ DLC にアトランティスの運命ポセイドンと会話ということでね、なんかめっちゃ今回パートで終わりそうなんですけど、始めていきましょう。到着。よーし、行くぞ。知らんけど多分終わりのような気がする。我がディカステスの帰還だ。アトランティスに審判をもたらしたのだな。あんたは人体実験は禁じたと言ってた。あれは全て嘘だったのか。イスは暴走してる。何の話だ。私の方は絶対だ。破ることなど許されん。この私がそう定めた。あんたの方は意味をなしてない。それどころか民を苦しめてる。それもわからないとはな。なるほど。誰も私には逆らえないと、そう言いたいんだな。彼の話を聞くべきだ。ほう。なぜここに。前回パートにちょっと見えたポセイドンとかなんかかな、チラッと消えた人だよね。お前がその混合子をディカステスとした時、お前の息子たちと共に我らに組みした。そして今彼の手は息子たちの血にまみれている。息子たちは貴様らに頭を垂れるほど愚かではない。我々の意志に関わらず人間どもは戦争を仕掛けてくるぞ。あんたのしたことのせいでな。そうさせたのは人間自身だ。ポセイドンは来たるべき最悪を防ぐため、太陽と植物再生計画を気にかけている。我らも最悪が迫っているという点については同意しよう。だが我らの考える最悪とは人間だ。まあ聞いていきましょう。あんたは何なんだ。アイータのしてたことを知ってるのか。こいつは隠れ家に怪物どもを隠してたんだぞ。あれはポセイドンから隠していただけだ。妻は全てを知っている。そう、オリンポス計画は私の発案だ。なんだと。そんなバカな。アトランティスの周期が最悪でついえるだと。恐るべき最悪だ。太陽の表面に変化が起きているのだ。備えをしなければ。備えなければ我らは人間に殺される。生態系上の唯一の最悪は我ら自身が生み出したものだ。めっちゃ眩しいんですけど。ポセイドンにはここが俺のいるべき場所だと言われた。誰か教えてくれ。俺がここにいる本当の理由は何だ。残念だな。彼は思っていたより人間的だ。アイータ、彼に答えを。お前は我々にとって契機となったのだ。イスと人の混合子を複製できたらどれほど素晴らしいか。我々の技術はお前の心すら操れる。混合子よ、お前はジュノーが作る究極の兵器の元となるのだ。なんだと。慣れたはずだった。ほう。我が夫の実験では期待が持てたが、観測の結果お前ではうまくいかないと判断した。我が新兵器はお前よりはるかに強力だ。ヘカトンケイル。アイータ、まさか。そうとも。ヘカトンケイルが目覚める。なんかよく聞く名前ですよね。オリンポス計画は人間どもに恐怖を刻みつけ、二度と反乱など起こせぬようにする。召喚獣的な。そして我が夫アイータが新たなディカステス・バシレウスとなるのだ。ディカステス、阻止してくれ。このままでは我々は破滅する。一人残らずだ。私を信じてくれ。二人のことは任せた。俺が奴らの計画を阻止する。おい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 。よし、いいぞ。もう遅い。すでに始まっているのだ。ヘカトンケイルが目覚める。お前たちにも聞こえるだろう。まさか宮殿地下の研究所を使ったのか。人体実験を禁じた際に入り口を封じたはずなのに、取れましたよみたいな。何の音だ。これがその兵器とやらか。この二人には私が裁きを下す。ヘカトンケイルを止めてくれ。このままでは皆殺しだ。ラスボスっぽい。
はい、ローディング入りました。これでいよいよ最終バトル的な感じなのかな。ほいじゃあまあ頑張っていきましょう。うわ、あの前回パートのあれですよね。ででん、なんだこれは。三系の感じ、なんかめっちゃ溶けそうな感じよね。骨になる。あ、もう、しかもなんかもう骨も柔らかく。はい、いっか。めっちゃ吸収してんね。やっべえぞこりゃ。ひどいな。やばい、見えないんですけど。まあ、これは避けて、これは避けて、これ近づいたら割れるしな。やべやべやべ。この辺でちょっとゲージ貯めて、これはまずい。まあでもいい感じだな。これで周りでさ溜めてさ、これを的確に。やばいやばい。オッケー。お疲れさんでした。1対100。やっぱこれ取らなきゃね。恐怖を操る死者の讃え。めっちゃカラカラ。見事だ。お前は人だけでなく椅子としても真に偉大な存在だ。ジュノーとアイータは今は拘束してあるが、奴らは諦めないだろう。殺さなきゃ。そうか、なら俺を奴らの元へ連れて行ってくれ。これ以上誰も傷つけられないようにしてやる。それでは奴らと同じく英国だと証明されるだけだ。まあそうだろうな。証明するつもりなどない。俺はこの惨事を終わらせ、あんたたちの傲慢から人々を救うだけだ。やはりお前が審判を下すこととなったか。いいだろう、ディカステス。ケルベロスの装置は持っているな。持ってたっけ。どれも一緒に見えるのだが、なんか白いローディングだからドキドキするわ。
杖に関してまだ伝えていないことがある。それはお前の2つの面をつなぐ架け橋となるだけでなく、ケルベロスとヘカトンケールから入手した力と掛け合わせることでアトランティスの周期を完全に断つことができるのだ。はあ。第六感が目覚めただけじゃなく、この都市を破壊するための力が解放されたのか。このゴキツキ、間違った者の手に渡れば杖は全てを破滅へと導く。だからこそお前が、お前だけが杖の守り手となり得たのだ。まあ話聞いてきましょう。こうなると分かってたようだな。お前同様私も疲れたのだ。アトランティスに最後の審判が下るまで何周期も待ち続けた。もう少し早ければ招かずに済んだ苦しみも多かったろう。ここに暮らす人間たちはどうなるんだ。時が来れば笛の音が鳴り響く。動物たちは解放され、ポリモスの輪にいる人々は船を漕ぎ出すだろう。大丈夫、皆脱出できる。うん。今都市を沈めたら俺も死ぬのか。いや、お前は杖の守り手だ。杖が守ってくれる。残念ながらお前が死ねるのはまだ遥か先のことだ。現代まで生きているからね。あんたの言う通り、ジュノーとアイータは諦めないだろう。俺は研究室とそこで行われたことを見た。苦しみに終止符を打つにはここを破壊するしかない。最後の時が来たのねみたいな。お前から十分に学べなかったことだ。時間さえあればもっと人間に近づけたかもしれん。さらばだ、ポセイドン。お、来たね。はい、これで現代編にではない感じ。このローディングは普通だよね。戻ったね。えっ、って杖の守り手よ。あなたは全ての試練を終えた。戻ってきたのか。聞かせてほしい。アトランティスの運命を見届けた今何を感じている。虚無感だな。何を感じてるかって、とにかく疲れた。疲れたよ。守り手には重責が伴う。肉体は杖が癒すが、力は心の内にこそ宿ることを時とともに学ぶのだ。で、今までのは何だったんだ。記憶の残響だ。歪んではいるが現実であることに変わりはない。うん、記憶だと。イスの記憶、一部は私のものでもある。かつて私もアトランティスに調和をもたらそうとしたが力及ばなかった。何？苦い記憶だ。
まあ話聞いてきましょう。試練の中で知り合いに会った。ソフやポイベ、ブラシダス、エルベノールにも。それによって重要な試練を乗り越えたのだ。杖には命を長らえさせる力がある。つまりあなたはこの先幾度も別れを経験することになる。それは務めの一部ではないが、死がもたらす別れを受け入れ続けなければならないのだ。彼らは本物だったのか。彼らは常にあなたと共にある。いつかは離れなければならないが、それはまた別の試練だ。エルシオンでの試練は破壊と反乱をもたらした。それはあなたではなくペルセポネの責任だ。彼女は行き過ぎた秩序によって支配を行っていた。そのやり方が過ちであることをあなたは知ったのだ。冥府ではこれ以上ない混沌の境地を耐え抜くことになった。そうだ、王たるハデスは混沌を呼び破滅をもたらした。覚えておくといい。最後の時まであなたはさらなる深き苦しみに耐え続けねばならないだろう。で、最後ですね。エルシオンと冥府は破滅の運命にあった。だが、アトランティスではポセイドンと共に何かを成し遂げられるかと思った。しかし気づいたはずだ。我々イスには欠陥があると。記憶の残響を幾度たどろうとも私の故郷は破滅の運命を逃れられない。もう行くよ。一緒に来るか。どっちみち深く結びついてるわけだし。ウィンクした。あなたはペルセポネの秩序による支配とハデスの混沌による支配、そしてアトランティスで統治者の片鱗を味わった。とんだ災難だった。守り手自身が力を得る道は存在しない。杖の中には世界をひざまずかせる力があるが、それはあなたの役目ではない。あなたはその強靭さで杖の力を抑え込み、万人としてそれを守るのだ。そして現代まで。母さんに言われたことがある。俺は世界を守るため神々に使わされたとな。母さんに約束したように今一度あんたにも約束しよう。あなたはどうだ。記憶の継承者よ。目を覚まし、手遅れになる前に汚名を注げ。でなくばあなたがこの世界を破滅させることになる。目覚めよ。侵入者があなたを見つけた。なんだって。目覚めるのだ。さあ。で、ここから現代編で、確かなんか襲撃されてる感じだったよね。場所がバレたって言ってたよね。待って。どこなの？誰と話してる、レイラ・ハサン。イスの秘宝からかなりの影響を受けたようだな。めっちゃいい声。もう行かれたか。ミスター・ベルグ、ようやくお出ましね。知らないんだよな。さすがだな。この場所を誰かが見つけるとしたらお前しかいないと踏んでいた。だが使命を与えられる前にアブスター号を離れるとは。巧妙な盗聴にシグマ6。あなたがストーカーなのを知ってる。なるほど。だがお前が思うより以前から聞いていたぞ。お前がヘロドトスの本を見つけてからずっと、いや、テンプル騎士団の調査によれば盗んだのだったか。これも聞いていきましょう。全くね、アサシンクリードオリジンズからしか遊んでないんで。あなたはあの殺人集団で使われる兵器でしかない。もっともな指摘だ。ではお前を見つけるために私が送ったシグマチームはどうなった？お前も同じだ。聞いて、アブスター号のデータベースであなたのファイルを見た。エリナのことは知ってる。杖があれば彼女は。あの子のことを口にするな。なら忘れて、私は歩み寄ろうとした。そんな必要がどこにある。秘宝は私のものだ。どうしてディアナを殺したの？彼女を巻き込む必要なんてなかった。
安心しろ、次こそはお前だ。今日でそれも終わる。やばない？救いようのないオッツァベルグ、もう終わりよ。ああそうだな、世界は避けることのできない終焉を迎えようとしている。どちらの側につこうがもはや関係ない。さあその杖を渡せ。え、戦うんですか？あなたが何であろうと私はアサシンよ。そんなに杖が欲しいなら私から奪ってみせなさい。え、戦うの？ビクトリアを殺し私も殺すか。認めるがいい、その秘宝はお前の手に余る。いや、なんかゲージがないんだよな。いいね。この杖のいいところ、わかる？笑うな。それはね、不姿勢よ。くだらん。あなたがどうなろうと知ったことじゃない。私の邪魔しないで。私が騎士団を潰す。おう、あんなとこ刺されたらもうダメだな。あれ、何？アルタイル2号聞こえる？アルタイル2号応答して。アトランティスに敵が侵入した。私の足が。何？変形すんの？アレシア、アレシア、おい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 、もっと大事にしないと。考えるのよレイラ、私の通信機は壊れてる。他には？なん、うん、お願い戻ってきてって言うしかないよ。あなたがいないと不安でしょうがない。隠してきたけどどうしようもなく怖いの。自分でももう訳が分からなくて、一人ぼっちで。あなたが必要なの。お願い戻ってきて。うん、どうすればいいか。何か反応して。お願い、何でもいいから。あなたのイヤホン。なんかずっと聞こえてんのかな。なんか誰か聞こえる？ビクトリア、通信手段をずっと探してたんだよ。みんなのバイタルが途絶えて。それでアラナ、私よ。レイラ、これビクトリアの周波数だよね。ビクトリアは何がどうなってるの？杖携帯しないでちゃんと。杖はある。試練は終わった。でもやった、すごいよ。本物のイスの秘宝がアサシンの手にあるなんて。これで全てが変わる。アラナ、杖は制御できてないし何も変わってない。それよりオッツベルグがここにいるの。テンプル騎士団はこっちの動きを把握してる。詳しくは後で。とにかくここから出して。一緒にって大丈夫なの？もう済んだ。多分気を失ってるだけ。確かめろなんて言わないでよ。じゃあ殺してないんだね？ええ、まだ生きてる。待ってて。知らんけど。今迎えに行く。少し時間がかかるかも。これからどうする気？そうね、そっちが着くまでアニムスに戻るつもり。別れの挨拶を済ませておきたい人がたくさんいる。ほう、これで再び戻るのか。
クールなアイテムでプレイの幅を広げたい。ストアでユニークな装具。まあ、武器とかね、なんかあるよね。なんかちょっと強かったり、なんか過去の武器だったり、過去の装備だったり、過去の衣装だったり、いろいろあるみたいなんだけど。はい。ケファロニアに戻ってきましたけど、クエスト、まだ残ってる。ほとんど終わったんだけど、サイドミッションが残ってるんだよな。はい。まあ、そんな感じで、多分ね、これで、全部終わりだと思うんだけど、もし、ね、この辺の、裏の世界っていうかさ、アトランティスの DLC やってるうちに超えちゃってるから、こいつらも処分殺しに行けるって感じよね。まあ、とりあえず今回パートっていうか、今回のアサシンクリードオデッセイに関しては、ここで完結ということになるのかな。もし何か話があったら録画再開していくけど、終わりにします。って感じで、次回パートっていうかね、次からね、バルハラの方に多分移行していこうかな。そんな感じのことを思いながら、終わりたいと思います。しかし、このアサシンクリードオデッセイ、プレイ時間が160時間を実は超えております。ただレベル上げも何もしてなくて、このレベル81に到達しているということでね、すさまじいボリュームで、それこそサイバーパンク2077、3キャラ分育成した動画足してもこの時間に及ばないぐらいのね、長時間、楽しめたゲームでした。はい、今回はね、お疲れ様でした。ありがとうございました。